山でこの大きさ、これの半分ぐらいということですね。で、下が流れてるのが中間川。この中間川、今はですね、満潮時間で水いっぱいありますね。今日の2時頃になると、左端から右端、歩ける状態になります。そのぐらい干上がってしまいますよ。まあ今日皆さん帰る時でもですね、もう一度この橋渡るんですけど、あの右のですね、岩がありますね、あそこまで陸続きがあります。そのぐらい仕上がってしまいますね。はい、間もなく到着します。そろそろ右手の方に1種類目。
類目のちこちらお昼にと言います。で先ほどね麻薬意識と違ってこのお昼に下から上に向かってまっすぐとね伸びております。このまっすぐに伸びる特性を生かしまして昔はね建材として利用されていたんですね。このお昼にの根っこの方は少しだけね見えてるところありますね。左側の方地面のところボコボコと三角状に折れ曲がっている根っこがね出ております。お昼には根を横の方に広げながらですね伸ばしながらところどころ折れ曲がっている地表に出ております。その姿がまるで人間が膝を曲げているように見えるので一本と呼ばれているんですね。こちらもやはり呼吸をするためにわざわざ地表に出てきております。この仲間川で一番多く生育しているのがこのお昼木になります。このあたりちょっと手前側で倒れている木が多いですけどもこの先まだたくさんね、ありますので近くに来た際はねこの方もよくご覧になってみてくださいね。マグローブは全般的に根が非常に浅くなっております。下ではなくて横に根が伸びているために大雨や台風の時に下の土壌を持っていかれますのでこのように根っこごと倒されてしまいます。はい、それではね今度は3種類目の木右手の方に見えてきております。行きます。はい、それではね、この後皆さん、上流の方で日本一の根っこを持つ先島周防の木、ご見学いただきますが、この先島周防の木という木は、マングローブではないんですけれども、その近くに生える木なんですね。なので、この辺りにもね、いくつか生えております。根っこがひらひら板状になってまして中でもちょっと白っぽいのですぐにわかるかと思うんですがいずれもね、小さいんですね。根っこが高いものでもこの辺にあるのが 60 センチぐらいなんですが、上流にあるのはそれの何倍も大きなものなのでこの辺りのものをね調理させていただきます。はい、ではこの赤い、ね、お花みたいなものがついてるんですね。で厳密にはこれお花ではなくて萼片なんですけれどもまるでねお花が咲いてるように見えることから上流までね海水が流れ込んでおります。なので住んでいるお魚海のお魚になるんですね。ミナミクロダイ、ゴマフエダイ、アジ、カマス、サヨリなどといったね食べれるお魚がたくさんいます。たまにはね、小魚を追いかけて1メートルほどにもなるサメですとか、ロウニンアジといったね、大型の魚も登ってきたりしております。はい、それではね、桟橋が見えてきました。皆さんね、あちらで一旦置いていただきますね。歩いてすぐ20秒ぐらいで先島周防の木ありますので、沖の荷物は船に置いててもらって結構です。日本の木が連なってできているので、目を通す王などとも呼ばれておりますね。今他の船ありませんが後ろから来ることもありますので降りられましたらまずお写真撮られた方がよろしいかと思います。はい、ではねこの船出口の前につけます。皆さん出口から入って出口の方からねお戻りください。元気元気はい、犠牲者。
Thank you.
東の方が広がってますので、後でね、景色に比べてみてください。で、最後に大飛び込んだが戻ってきましたので、こちらで冒頭遊覧終了となります。皆さん、本日はご乗車いただきまして誠にありがとうございました。この先もどうぞ楽しい旅を続けください。読ませることがね、ないように、ほぼ確実にこの島に台風来ます。で、右は海になってます。この海からですね、塩水をかぶったせいでこうして枯れかかってますね。塩害っていうことですね。で、この右にある苗木が、長滝ですね。あんな近くに。これは大人の漢方薬ですね。幼鳥はですね、色が変わります。白っぽくなってます、幼鳥の場合はですね。あなたたちのコースはあんまり時間ないんですよ。たっぷり時間あるんですけど、もっとゆっくりしたいんですけどですね。カノーの劣化として知られてます。そして右は海です。ほら、もう全まあ、この島では一番ですけど、沖縄県全体では3番目ぐらいですね。ちなみに一番高い山が石垣島の小本岳です。500メートルぐらいあるそうですね。なんでこんな忙しいコースにあんなよく出てきますね、冠漁師が。普通